黒岩山は、長野県飯山市、新潟県妙高市の県境に連なる石田山脈にあり、標高938.4メートルの山である。隣山に高内山標高879.4メートルがある。山全体が国の天然記念物に指定されている。日本初のロングトレールとして知られる、新越トレールの第3セクションに位置する。 長野県最北の石田山脈の一山である。長野県飯山市と新潟県妙高市の県境に位置する。西日本に生息する岐阜町と東日本に生息する姫岐阜町が混成する景雨な場所であり、山自体が国の天然記念物に指定されている。多様な生態系が保たれる自然保護区域であり、清流域に生息する森青ガエルや黒山椒を、 特別天然記念物の日本カモシカや野生のタヌキ、ウサギなどの小動物が生息する。様々な花や植物を鑑賞でき、種として野生の水、場所やカタクリが多く見られる、群生地として知られる。山頂付近には数カ所の池が見られるなど豊富な水資源を持ち、いくつもの湧水がある。その中でも、黒岩山の山麓から湧き出る原薬志水は、 古くから旅人の腹板を直したと伝えられ、夏でも水温は10度を超えない。明治時代の作家、島崎藤村の写生文、千曲川のスケッチの一節、川船に黒岩山を背景とした千曲川と飯山の眺望が描かれている。全長8 0トルに及ぶ石田山脈には16の峠があるが、黒岩山は富倉峠や平丸峠を含めた、 交通用路として古くから利用されていた。戦国時代において黒岩山周辺は上杉謙信の支配領域にあり、古い文献などにこれらの峠が交通用路として利用された記載が見られる。黒岩山の頂付近には戦の合図を送る場所であるのロシしヤ宿がある。2000年から日本初のロングトレールを実現する構想及び周辺調査が始まり、黒岩山は 中継地点として整備され、新越トレイルが実現した。黒岩山の標高860メートル付近には、カツラ古池、熊野水池や、中古地、北古池湿原などの多数の池がある。カツラの周辺では、雪解け後に水場蕉が咲き、太郎清水という湧水がある。池には鯉などの魚類や、淡水エビなどが生息する。標高百十一メートルには、 アズマヤと呼ばれる木造の休憩所があり、近辺の池や妙高山、高屋城山、竜王山などを眺めることができる。また、新潟、長野県境にある5つの独立峰を総称した、新越五竹の山々や、品野平の田園風景である、飯山盆地、千曲川が眺望できる。冬は大量の積雪が見られ5から7メートル以上の高さに積み上がる。冬季は、 道路整備困難であり、黒岩山を通って、新潟方面へ伸びる、一般道は封鎖される。高落山の頂上付近には、NTT や各放送局の放送の電波を中継する、飯山中継局があり、長野県の市町村をカバーしている。ありがとうございます。